ちは、ちゃみちゃみです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は愛知県岩倉市へやってきました。こちらは名鉄岩倉駅東口のロータリーです。ここから歩いて150メートルほどのところにある食堂へ行きます。よかったら最後までご覧くださいね。岩倉市は2度目の訪問です。以前こちらへお邪魔した際、気になったお店があり、そちらでお食事します。こちらは岩倉市が本店のお団子、たい焼きの米の屋さん、お土産に買っていこうと思います。ロータリーから150メートルほど東へ歩き、県道25号線春日井一宮線に出ました。この通りも少しレトロな街並み、丸型ポストや神明、生田神社があります。目的地に着きました。こちらはお食事と居酒屋の美濃屋さんです。この時はお昼の12時過ぎで、のれんが出ていなかったのでまだ開いていないのかなと思いましたが、とってもいい匂いがしています。中に入ってみることにしました。お店に入ってみると、どうぞと明るく挨拶してくださいました。テーブルとカウンターの席があります。お話を伺うと、創業からなんと100年の老舗、2代目のご主人と奥様で切り盛りされています。カウンターには煮魚や天ぷらが、美味しそうですね。こちらをガラスケースに並べておられました。ガラスケースの横には関東煮があり、外まで美味しそうな匂いがしていたのはこちらでした。今回は関東煮をいただくことにしました。1本90円で食べられます。こちらは大玉のすり身と大根です。大根も大玉のすり身も味が染みていて、柔らかくてとっても美味しかったです。私はお酒が飲めないので、今回はジュースを注文しました。キリンレモンは1本180円です。お酒を飲む方は美味しいおつまみで、お酒がどんどん進んでしまいそうですね。おでんを食べる後半部分が映っていませんでした。すみません。おでんの後は親子丼450円と赤だし120円を注文しました。白菜漬けもついています。赤だしはお豆腐とネギ、わかめが入っています。親子丼と赤だしって合うんですよね。少し小ぶりの丼の親子丼、
玉ねぎも卵もたっぷりで優しい甘さの味わいでした。白菜漬けがベストマッチですね。美味しいです。さてここで岩倉市のお話をしたいと思います。岩倉市は愛知県の北西部に位置する市で、県内で最も面積の狭い市です。名古屋市と犬山市を結ぶ名鉄犬山線が走り、両市のほぼ中央に位置しています。名古屋駅からは十数分との立地から名古屋のベッドタウンとなっています。岩倉駅の近くを流れる五条川は桜の名所で知られ、桜の時期には五条川周辺では桜祭りが行われます。また鯉のぼり作りの際の糊を川で洗い流すのんぼり洗いが行われます。春の風物詩となっています。その他には岩倉市には大地町に岩倉市史跡公園があります。1947年、昭和22年に大地町の畑から土器の壺が出土しました。その土器は弥生中期前半に属するもので、壺が出た一帯を調査したところ、縦穴住居跡が発見され、1954年昭和29年3月に大地遺跡として愛知県指定史跡に選ばれました。1996年平成8年4月に市民の歴史学習の場として史跡公園として整備され、縦穴住居が復元されています。以上が岩倉市についてのお話でした。関東にも親子丼も赤だしもとっても美味しかったです。煮魚や天ぷら、山かけなどもっといろいろ食べればよかったと今更ながら後悔しています。これは裏話なんですが、実はこの前に他の場所でラーメンを食べてきてしまったので、他のおかずが入らなかったというのが本音です。美濃屋さんの定休日は日曜日祝日、営業時間は12時から21時です。美濃屋さんはお店の方がとっても優しく、アットホームな雰囲気でお酒が楽しめます。創業から100年を超える老舗のお食事処、居酒屋の美濃屋さん、とっても渋くてお料理も美味しく、また来たいと思います。ありがとうございました。さてこちらはお土産を買うのに立ち寄った米野屋さん。スーパーなどによくテナントで入っているのを見かけたことはありませんか？岩倉市が発祥なんだそうです。今回はみたらし団子とお醤油団子を買いました。色の薄い方の高山醤油団子は甘くないお醤油味、香ばしくてハマる人も多いそうです。そして王道の甘辛タレの味のみたらし団子、焦げ目も最高ですよね。とっても美味しかったです。今回は愛知県岩倉市へお邪魔しました。また遊びに行きたいです。ここまでのご視聴ありがとうございました。次の動画もよかったら見てくださいね。